おつみなまたね。俺はさあ、これ配信棒。いや、いいよ、配信棒いらない。あと2%しかない。俺頭いいから天才的なことを思ってた。いらっしゃい。ここにくくりつけようかな。いいじゃん、めっちゃいいでしょ。どんぐりありがとう。あつ、どんぐりありがとう。ありがとうございます。ちょっとダメだよこれ。まー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃ ん、 ん、私早く食べないと伸びちゃう麺が、うん、ちょっとさ、これやった方がいい。その危ない、携帯壊れちゃうよ。え、貸して。うんうんうん。あんちゃん、おはよう。やってみよう。南国だよね。あ、どんぐり兄弟、皆さん、皆さん、どんぐり兄弟お願いします。朝から早く食べて。おはまりよって皆さん、マリリスさんだ、うん、ダメか、引っ込みか、やめたよ。10倍だって。おう、 やっちゃう。のびちゃんはナイス。おはよう、ありがとう。よいしょ、早く食べないと。どうしよう。いや、こうじゃない、ここでいいんじゃない、こうで。あ、こうか、うん、あ、やべ、うん、大丈夫。銀杏落ちてる。うん、銀杏なの、どんぐりじゃなくて。どんぐりじゃない、銀杏でしょ。いや、どんぐりでしょ。ね、これ銀杏なの、待って。これか、これ銀杏なの。どんぐりってこんな色してんの。これどんぐりじゃない、銀杏なの、これ。え、どんぐり兄弟じゃん、じゃあ、うん、どんぐり兄弟じゃない、これどんぐり兄弟。これ銀杏、なんでそんなカメラ映ったの。だって自分だって映したけど、みんな見たいんでしょ、こうやって、ね、銀なんだよね、どんぐりではなくて、ほら、これどんぐりだろ、全然。あ、スノーカーさん、おはよう。銀なんちゃうやろ。打ちカメすんの、ここ左に来た。やめて、あれ、どやめる、そこ切り替える。食べよ、伸びちゃん、いた。大きい声でいただけ言うんだよ。どんぐり兄弟ありがとう。ほら、ね、これに座りな。え、いいの。うん、いいよ、ありがとう。よいしょ、まんちゃん優しい。レジャーシート作ってくれた。うん、レジャーシートあるから、そこに。ありがとう、うん、俺これに座るから。あ、それね、うん、いいじゃん。あ、疲れたね。よし、ご飯食べよう。うん、どんぐり兄弟いっぱいいただいてる、うん、今日はこれしか食べられないよ、きっと。これが最後のご飯だ、今日。よいしょ、どんぐり兄弟ありがとう。10倍だって、どんぐり兄弟が。どんぐり兄弟が10倍だって、やった、うん、いただきます。食べよう食べよう、半分こして、うん、伸びちゃうかも。伸びたな、吸ってんね、麺、うん、なんと、おにぎり93円、牛カルビがなんと安いです。召し上がれ、ありがとう。おいしい。さすがスーパー、うん、これで米食べて。美味しい。うんうん、ちょっと伸びちゃったね、うん、ブヨブヨ、うんうん、美味しいでしょ、うん、うん、どんぐりありがとう。あ、こどりちゃんありがとう。うん、いや、してくれるってすごいさ、言ってくれたんだけどさ、すごい断っちゃった。うん、あ、ありがとうございます、小泉ちゃん。うん、今に完全特命。うん、うん、うん、ふん、
うん、まあ、うん、おい社長、うん、うん。うん。うん。あねえやめて吹き出すのマジで。なんか、うん、犬がじっとこっちを見てた。うん、犬がねこうやってじっと一匹。うそ、いたの声優にいたっけ。じっと見ててんの。うん、お値下げ品給料さん安いね。その顔がじわるんだよ。じわったよね。うん、じわったみたいな。仲間だと思われたかもしれない、ワニちゃん。うん、かわいいね。かわいいよね。なんかいいよね、今ね。うん、4度見してた、あっち座ってる時。あ、4度見ね。みんなの可愛かったね。スーパーありがとうございます。ありがとうございます。うん、うん、食べよう。うん、全然まだ食べれる私。これあと2杯食べれるもん。麺なんだよ。麺だよ。いや、笑っちゃうと笑っちゃうんだよ、もう。待って。何した今、ねね、笑っちゃうと笑っちゃうんだけどさ、さっき先に笑わなかったっけ。今見てっつったら、いや笑ってないよ。ダメだ、ね、笑い情報すぎて、うん、閉じて。うん、釣られちゃうって。うん、どんぐり兄弟皆さんお願いします。どんぐりいっぱいいるんで今ね、まーちゃん、うん、今どんぐりに囲まれてるんで、あれ。どんぐりなんです今これ、うん、銀なんだと思ってたんだけどね私は。まーちゃんはどんぐりだと言うからね。でもさ、どんぐりってあんな風に潰れたりする？ジュクジュク。これ銀なんじゃない？絶対に。これどんぐりかいな。銀杏に囲まれてご飯食べるの初だね。ありがとうございます、どんぐり兄弟。うん、ありがとうございます。一夜から汚れてた。うん、
あ、お、食べた鮭。もう食べた。美味しいっしょ。うん、美味しい。まあ、銀杏でもどんぐりでもないんだ。うん。両方違う。何じゃ。だってわけわかんない木があるもんだって、まず。うんうん。うん。何この木、そもそも。うん。何これ。何この木。うん。この木から落ちてるってこと？お。あのオレンジだからそうだ。いっぱいあるわ。フェニックスの実？え？めっちゃオレンジである。固まって。食べてみる？うん。ちょっと冗談だけど。うん、甘いのかな？うん。ヤシの木のさ、うん、ヤシの木一本実が二つとかあるの、うんうん、ソテツ、登ってくったら捕まるんだ。そうさまでした。うん、美味しかった。美味しかった。うん、よかった。食後の一服しないか。ここで捨てたら怒られちゃうか。あいつら探すか。ヤシの実なのあれ。ヤシの実だって。ヤシの実なんだ。うん、お金が漏れる。じゃあもう早く行こう。あ、ベンちゃんが来てくれた。ベンちゃん早く行くよ。もうありがとう。待って。うん、ありがとうございます。携帯どこやったっけ。私みなみの携帯ある。わかんない、ポケットの中いっぱい入ってる。そう、1個じゃあちょうだい。ありがとう。うん、家までわかる。こっからあんまりわかんないけど大体わかる。うん、じゃあ、うん、解説するのはまーちゃんだ。うん、これでよし、任しとけ。見てこれ、うん、これでまーちゃんが閉め、うん、私が閉めたじゃん。うん、開ける扉。わかった、開ける扉ね。うん、それは鍵だけど。だから開けるんじゃん扉。うん、うん、ごめんね。うん、いいよ。はい、うん、涼しい。具合悪い。待って。うん、そもそもね、何さっき聞こうか。うん、大丈夫。うん、大好きな花。お、ヒガンバナ。しかも色もある。色、白も。え、白もあんの、ヒガンバナって。あるよ、あるよ。え、色違いあるよ、いっぱい好きなの。ヒガンバナあった。これじゃなくて。ありがとう。あ、加工園の名前書いてある右に。あっちあっちあっち。うん、どうしたって。大好き。加賀公園だって。加賀って言うんだここの場所。うんうん、それ毒があるんだよねこれね。毒があるのは、うん、根っこと茎の部分とか。で、あの花言葉はさよならみたいなやつ。さよならじゃないよ。なんだっけ。なんでネガティブな発言なの？なんだっけ？あ、あっちにもある、加賀公園。あっちにもある？加賀公園。これ。この公園は、この公園は、江北北部土地区が整理、組合事業として、組合員の土地提供により造成したものであり、敷地周辺は地味豊かな加賀皿沼の農米地と呼ばれておりました。現在加賀
加賀町となってなったところから加賀公園と携帯の充電切れた命名す平成4年12月期日吉日でしょ吉日健之助広北健介ね北部土地区画生理組合花言葉はなんと独立と情熱はい、独立と情熱です、うん、まあ、マイナスネガティブなこと言ったら悲しき思い出とかあるけど、うん、私は独立と情熱に惹かれためっちゃ花言葉ではい、さすがですパシャパシャやるだけのことありますはい、行きましょう、ね、はい涼しいねあれさっき食べてた場所ですかわいいいいよいい今南市が犬を触りに行ったところ、はい、断られました、うん、他人に噛みつくって他人に噛みつくって、うん、噛みつくってこうやってやられたガブ、うん、ガブって犬好きなんだねって言われたけど、うん、ガブだってだからそれでも強行突破したらここなくなってたかもこれガブリで あ危ないねあれでかいもんねあの犬ねうんガブリエルだねそう、ガブリエル当たり前だろうんまーちゃんこれとか野球やるんだよねパコーンつってパコーンあ、こうそうそう、これね野球やるやつでしょあ、これねそう、これはティーバッティングって言ってねティーバッティングって名前なの。うん。なんか風情があるね。あとなんかこうガソスタとかさ、うん、田舎でしか見たことないこんなガソスタ。ココス？うん。あ、ご近所ですか。よろしくお願いします。充電がなくなりまして今 1% で話しそうだ充電嘘もう携帯電話の充電はこれが切れたらもうありません終わりどんくらいなんだろうなまーちゃんの、うん、土地勘で家まで何分ぐらいだと思う場所大体でここまで、うん、今帰る20分ぐらいお、ここでレンタカーできるでニコニコレンタカー一番安いのああ2525円で借りれるんで6時間うん12時間だった12時間2525円って安くない
セブンある、おでんあるかな。保険入れなくていいでしょ。日差し出てくると急に、うん、なんと慶応でいつある。南どれ歩いてもホームセンター行けるよ。どれどれ、おはよう、のんちゃん。どれ、え、まっすぐ正面。ありがとうございます、ひげもぐらさん。赤羽まで行くよ。うん、赤羽はね、めっちゃオシャレなコインランドリー見て。これコインランドリーなの、これ。ランドリーサロン。ゴミ捨ててくるね。ああ、分かった。待って、今のうちにある程度家の場所把握しないと帰れない。今ちょっと南いないから、今のうちに。やばい、道間違えてる。待って、リアル 1% みなみ、リアル 1%、うん、あ、車選べんだ。さっきのじゃない。さっきのじゃないか。さっきの、あれ、さっきのかな。あとね、今日ね、リスナーさんからね、お届け物がまた届く。え、だから午前中家にいてねって言われた。あ、ほんと。うん、じゃあ、行けないね、買い物。あ、そうそう、うん、ちょっと道やばいな。え、もっとあんの。終わった？俺も 1% やばくない？うん、やばいね、こっちの。いや、午後からね、俺用事があるから。これ渡った方がいいわ。渡って、で、渡るけど、こっちから行った方がいいけどな。あ、マジ？じゃあこっちから行く？こっちから行く？本当はね、風の強さを。
しゃっくりが止まんないんだけど。マジでやばい。びっくりしたんだね。びっくりしてないけど、なんか。びっくりすると出る。そうなんだ。ここにどうやって止めんの？新シフト、ここで帰るわ。ちょっと。コナか。車やラーメンあるんやって。夜もハッスルしたんかっつって。あそこで餃子買えるわ。どれ餃子？すごい、何あれ。水餃子。水餃子。ミラクリーがやばい。まーちゃんのお家までの道、うん、そっち感あるまーちゃんに任せた方が早い。あの何公園、車やラーメンよく行きますってリスナーさんいらっしゃるよ。あ、ほんと、うん、見る、はい、ほんとだ、車やラーメンよく行きます。ラーメン屋が多いんだ、確かね。楽しみだな。あ、てか今日からお湯出るからお風呂入れるね。あ、そうだね。トイレしたい。あ、トイレじゃない。トイレある。これトイレじゃない、うん、これトイレじゃないかもしれないけどね。入り口こんなちっちゃいこと